松山道のり線より、高知道へ、松山道下り線より、高知道へ、川の江ジャンクションは、愛媛県四国中央市近勢町山台と、同市近勢町下分にある、高松自動車道と松山自動車道及び、高知自動車道を接続するジャンクションである。当ジャンクションで、愛媛県と香川県方面及び、高知県方面の接続をするが、 隣の川野江東ジャンクションでは、徳島県方面への接続をする。東ジャンクションは、川野江東ジャンクションと合わせて、四国地方で、交通の分岐点となる重要な役割を果たしている。なお、鳴門ジャンクション共用開始以降、松山自動車道上り線から神戸淡路、鳴門自動車道へ向かう際、東ジャンクションを直進して、高松自動車道に入り、香川県内を走行して、 鳴門方面に向かうルートと分岐して高知自動車道に進入し次の川の江東ジャンクションでさらに徳島自動車道の分岐に入り徳島県内を走行して鳴門方面に向かうにルートが選択できるようになったそのため松山道上り線では4 8トル手前の東ジャンクションの案内標識に高松道経由と徳島道経由での ナルト IC までの所要時間が電光表示で案内されている。また、同様の理由で、神戸淡路ナルト道下り線、ナルトジャンクションの 7.1km 手前の標識でも、川野江ジャンクション同様に、高松道経由と徳島道経由での3島川野江 IC までの所要時間が案内されている。ありがとうございます。